本当に海が好きな人で、もう離島そんなに行ったことないよって人におすすめするとしたら、僕は間違いなく宮古島を一番最初には押しますかね。はい、さい、お一人です、今回は大神島エピソード2ドローン編ですね。バーズアイエディションとなってます。これが大神島の、ビーチ側のとこですね。あの正面の方に見えてる四角い棚というか、まあ濃くなってる部分、あれ多分もずくじゃないですかね。結構この南西諸島沖縄方面各離島でああやってあのもずく養殖してるんで、結構沖出る途中とかにもああいうなんかこう四角い田んぼみたいなのが地中に水中に見えることがよくあるんですよね。だいたいあれ近寄ってみるともずくですね。この大神島も島の開発全くされてない島なんで、まあそれも理由があってなんですけど、その理由はあの後半の方でちょっと紹介させてもらうんで、ぜひラストまで見ていってくださいね。もうこんな感じで人は本当にいないですよね。いても集落の方にまばらにちょろっているぐらいで、このビーチの方なんかもう人いないんでおすすめですよ。貸し切り状態ですよね。結構魚も泳いでましたね。ここのビーチでシュノーケルも気持ちよさそうですよね。もう海の透明度はもう本当に申し分ない感じでしたね。宮古島の魅力ってやっぱこのビーチの多さなんですよね。もう島があの橋でつながってる島っていうのが、クリマ、シモジ、イラブ、イケバで、この海を挟んで向こう側にあるのがこの神が宿る島、大神島ですね。もうこのビーチの多さは宮古島がダントツじゃないですかね。ダントツに綺麗ですよ。やっぱり他の島ももうそれは綺麗なビーチいっぱいあるんですけど、宮古島ほどの数はないんじゃないですかね。本当に本島と同じぐらいあると思いますけど。ではトゥンバラの方へ。もう実際宮古島好きな島の一つですね。方にあの高台もうちょい歩く、ここですね。ここがまあもう一人でのんびり回ろうかなと思って、僕はこの航路があってお祈りできるようになってますよね。ちょっとこの右側茂ってて先が見えないとかっていうのが出てきちゃうんですけど、そのためにドローンがあるんですよね。はい、これが島の中心部にある、遠見台と書いてトゥンバラと呼ばれる高台ですね。もうこの南西諸島の各島にはこういうトゥンバラみたいな島の方から海を一望できる高台が必ずあるんですよね。それはやっぱりこの海に囲まれた国だったからですよね。一つの、まあ、この島としての
各島々こういう高台から連携取って不審船とか、まあ、その侵略者とかいた場合のろしを上げたりとかして、そういう目的のためにこういう高台が必ず設けられてるんですよね。今までの久米島編ですとか、あと与那国とかでもこれから出てきますけど必ずありますね。これが、大神島の大神港ですね。で、手前にあるのが集落です。もう本当にあれだけしかないんですよ。なのでもうここの島はやっぱりこう年齢層もぐーんと高いですよね。もうおじいおばあばっかりで、でまあ外周道路も計画はありましたけどそれも頓挫して、そのおかげででもこの緑とか自然が守られてるんで、まあ必要だったのかもしれないですね。こうやって上から見下ろすと、これが木道の階段です。僕が舞台下の呼吸になったところですね。これもこうやって見るともうまるで竜が横たわってるみたいですよね、山の頂上で。この宮古諸島を誇る手つかずの自然が残された大神島、いろんな曰くがあるんですよね。その昔外周道路計画が始まり工事開始されたんですけど、事故などトラブルが立て続きに起きてしまって、話し合いの結果やはり神の島は触ってはならないと中止になったって逸話もあるんですよね。もうこのでも不便さのおかげで神秘さと美しさは保たれてるんじゃないかなと僕個人的には思いますね。もう事実は小説よりきなりですよね。開発されてたらこの造形図は今頃ないでしょうからね。目に見えるものだけが全てではない、もう本当にそう思います。こういうところに来ると、こんな魅力的な島なんでぜひ足を運んでみてくださいね。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。次回はどこの島が舞台になるのか、まだ池間島とかも出してませんからね、お楽しみに。ではまた次の動画で、バイバーイ。